いいもん一枚切れで、いやドラなしですからね、全然魅力ないですもんね、いやすごい上がり寺西、さあ4回戦はオーラスです。いやすごい意地ですね。意地ですよね。親は浅見ドラガンウーマン、ちょっと手形が苦しいですか、これはトップで終わることを優先しますか。これはそうですね、多分寺西ね3着目とだいぶ余裕ができたんで、もうこれは結構素直に上だけ見て進めてくると思うんですよね。そして水原は今17,300点、高津27,700点なんで、ここの差もまた、はい、そうなんです。水原にとっては今24,000積もられたんですけど、ラス抜けっていうことに関しては3,000点詰まったんですよね、高津と。リーチボも出てましたもんね、はい、4対1。水原は絶対に3着拾いたい ですね。ですから3,400点差ですかね、はい。ただ高津がいいですね。高津いいですね、1000点はすぐだ。ハネマンツモ2着ですよ。ハネマンツモまで見ますか。4,5,6,3着もありましたよ。見ませんか。いやまあ見てもおかしくないんですよね。チートイツイシャンテン数万切りますか。ドラ表示の1枚、はい、リーズもチートイウラウラトップですよ。でイシャンテン間取ってスーピン自然になるかもしれないですよね、うん、そうですね。これペーポンするかどうかだな。マンガン直撃でもそうか、寺にしまくるのか。いやチートイツのイーシャンテン、パービアバニー1枚入れでした。ここは枚数か、うん、もうここでペーペーとかはちょっとやりすぎだよね。そうだよね。アサミはもうほんとちょっと引き気味になりますかね。この曲高い、もうかなりやめてますか、うん、高い点にならなければ上がれなくて、これは町候補として優秀ですか、はい、まだ出ない。塚田さん的にはこういう状況で高津のペーっていうのは泣いていきそうですか。あでもこれはおーペーペー来ましたね。これはペーですね、うん、今の来る前だったらもうラスにだけ落ちたくないので泣いちゃうかもしれないですね。そちらはかなり現実的ですよね。そうですね。しかもそのね自分よりポイント持ってる水原が、わこれどうすか。そうですからね、一手代わり3色、これは万願には積もって裏みたいな直って裏なんで、一回闇手にしますか。3万か6キュッソを引き待ちます一旦、うんうん、でその間に出たら上がる、でも上がって3着キープでもいいし、うん、いやもうサブローピン積もったら振り手リーチもあります。サブローピン特にローピン積もの三蔵、これリーチだ、はい、来ましたね、とはいえっていうとこですか、うんうん、さあ先生リーチは高津サブローピン待ち。これローピンはねもうないんですけど、3ピンが山に4枚丸々残ってますね、うん、しかも3巡目に数ピン切れてからのペー統一落としリーチですからね。あテンパイテンパイ勝負か。あローピン4枚目だからチーピン短期いった、ありますよ。チーピンは山に2枚、さあ2対4、寺西は積もって裏です。パンガン出上がりは足りない。しかし一発裏裏だからもう足りるのか、うん、いや水原苦しい。ただ高津が寺西に補充した場合は、はい、自身が3着になる難しい立場の水原。あれ163には9600、リーボ出て16,000だから、そっか800点足りない、ね、足りないです、はい、11,400点差ですもんね、うん、統一落とし。いやしかもスーピンのまたぎ頼ってますからね。これただ高津は直撃裏一のチャンス増えましたからね。三ピン寺西が掴んだらチャックアップの可能性ありますよ。浅見はちなみに満貫まで打てますよ。ヤンマンは高津に通ってないですね、はい、三ピンだ。これもとりあえず2ピン切っていきますか。
リャンピン切りましたか、ね、パーピン通った、うん、3対2これで3対2テダニシは積もりたい、うん、2枚いますよチーピン、はい、3ピンも3枚、まあ、これ高津から出るチーピンもテダニシは上がるでしょうね、高津を4着に落とせますもんね、はい、2着順と2万点差なんで、うん、もうほぼ並ぶんですよ、高津がね高津から直撃すると高津ラスになって一応2着ですけど20ポイント近くポイント、うん、マイナス返して最終戦高津が3着以下だったら残るみたいな感じになるんで、うん、連帯条件を押し付けられるってことですね、はい、ただこのリーチガスにもし8戦で負けた場合はかなり苦しくなるそうですね、3品掴んで裏位置乗った日にはだいぶこの蛍の光が始める感じなんですけどウーマンチー考えてますか、お自分で上がれば3着ですね、ネバリングだ、そうだラスミですもんね、伊豆原も応戦していく手が私かなり苦しいですけどね、うわペータン機だったらこれまくったら伝説だな寺西、あそこからトップまくったら親番なかったですからね、そうです、14,800 点からここまで来てますから危ない危ないですよ、3品もチーピンも危ない、3品もチーピンもめちゃくちゃ危ないですよ、でも上がりに行くんだったらもうイーソーが一番いらないですからね、これ今日は上がりに行く選択を見せてくれてます水原、しかもウーピン中筋、おースーピン取りましたよ、水原からのチーピンも上がりますよね、テラリスは上がります上がります、しょうがないんでこれは見逃してられないですね、チーしてチーピン危なくないですかこれ、いや一旦言いそうじゃないですか、これ戦争通りましたもんね、はい、いやこの粘りすごいですよ、スーピンとローピンっていう粘り方ありますからね、これウーピン切ってこの形で粘るってすごいですよね、ただねスーピンもローピンも順からなんですよ、もう泣けることはないですよ、ね、泣けないし引けない、そのでもそのまま引くことあるのか、3ピンチーピンはただもう一回ウーピン打てますからね、打てますもんね、うん、うわ吸収した、あれチーピン積もりしたよ、チーピン積もりしたよ、うわすごいうわ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 、でまだ一枚いる、これチーテンだな、三蔵九蔵通ってるんでローソン中筋行きますか、で教託も出てるんでこれ上がれば3着でですもんね、スーピン残り1枚ですが水原大丈夫ですか、手配4枚中3枚当たらないですよ、はい、スーピン1枚残ってる、いや残ってないです、残ってないんですよ、ね、はい、あ高津の手に1枚なんで、あれじゃないですか、3ピン引いて3ピンとチーピンのシャンポンで上がりきるありますね、3ピン3ピンも3ピンチーピンもありますよ、いや3ピン山に3枚いますからね、チーピンも1枚いる、すごい粘りだな、しかしこれすごい粘りですよね、だってこれチーピンが残ってもウーピン切るもんね、ウーピン通ってて振り点だし、すごい、国士みたいになってきた、いやいない、うわこれですよ、これは3ピンですよね、ピンだ、全部当たり入る、全部当たり入る、全部当たり入る、しかもこれ止めてテンパイ仕切るってすごいな、これもう積もる気しかしないんですよそんなのないって言ってましたよね、あ、そう、いやそんなのないんですよ、あ、これ上がったすごすぎるんですけど、残り積も全員1回あります、ない、ない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 、もうない、テンパイだけですけど、これいや最後は浅見逃げ切りましたが、これは水原、いや水原の吸収力と吐き出さなさがすごかったですね、すごいですよ、あまずチーピン当たりね、はいはい、
あれ三品も当たりか。あらまあ全部当たりですよこれ。水原の顔が抜かれてます。いや素晴らしすぎますね。なのにラスねえ本当に世知辛いさあ4回戦終了いたしました。麻雀スリアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。